旅の国取り、まずまず順調に進んでいると余は思う。これも我がマスターと進化たちのおかげだ。 しかしこれは聖杯戦争とは違う、領地を取り合う大戦だ。余はそなたの体が心配だ。無理をさせているのではないかとな。余も嬉しい。では、余も全力でその信頼に応えねばな。そなたと余、二人でこのセラフをかけるのだ。勝利をつかむため、よろしく頼むぞ、マスター。しかし、いくらか気になることもあるのだ。そなたももちろん覚えていようが、他でもないキャスターの元にいる二人目の奏者についてだ。妙に儚い仕草で青狐の傍らにいたが、うむ、余も目にした瞬間はそう思ったぞ。のだが、それにしては静かに過ぎるというか、悪らつきあまるキャスターとはいえ、奏者に対して呪術を仕掛けるほど己を見失ってはおるまい。いや、ないと思いたいのだが、あやつめ、かつてないほどの悪役オーラをまとっていたからな。その言葉、キャスター目が耳にすればどれほど感激したものか、聞かせてやれぬのが残念だな。しかし真相は闇の中だ。まずは戦い、あやつらの事情を暴かねばな。
おまむろに十分注意されたし、なんか戦場には私と同じレベルの聖剣使いがいる模様。ナードとガウェイン目は言っていたが、胸がたぎるな。太陽を相手にするのはこれで二度目だ。アポロンの輝きとミューズの輝き、どちらが上か今度こそ見せつけてくれよ。臆することなどあるものか。そうであろう、奏者。世の輝きは宮殿の火にも決して劣るまい。ヴィーナスと来たか。いや、否定はせぬが、それはさすがの矢も照れるというか、臆するというか。以前のそなたからは決して出ない言葉ゆえ、危うく心臓が止まるところだった。そなたは世をどれだけときめかせれば気が済むのだ。まったく、これでは一刻も早く半身を取り戻さねば身が持たぬ。世の方はほてってしまって、まさにアポロンさえ超える灼熱を生み出しそうだ。まず見た奏者、何かがいる。人目がないからと、よくもまあ堂々と。私は計算高い欲深さですが、あなたの乱漫な欲深さには苛立ちを覚えます。血の涙の果てに私が望むものを持ちながら、あなたは無邪気に言い放つ。半身を取り戻す、この私のマスターを。それが聖サーヴァントの余裕というものでしょうか。いいえ、今この時にあっては、あなたこそ泥棒猫、私から愛を奪おうとするトゲ道。いよいよもって遊びは終わり、縁も竹縄幕引き上等。積年の恨みと愚痴、のしをつけて叩きつけてやりましょう。ふん、それはこちらのセリフだ、キャスター。せっかくの世と奏者の大好きローマシビライゼーションを邪魔してくれたな。おとなしく残りの領域を返すがよい。今ならまだ禁錮刑20年で許してやらんでもない。やれやれ、苛烈なまでのその余裕。ムーンセルに選ばれたのはあなたではないというのに。ま、時にその愚かしさが羨ましくもありますけど、たまもどんなに夢見る良妻に徹しても持ち前の知恵が働いてしまうというか。ま、それはそれ、これはこれ、まさかの快進撃もここで打ち切り、お家断絶。私の尻尾の一振りでちっちゃな帝国なんて吹き飛ばしてみせましょう。貴様こそ覚悟せよ、キャスター。どうあれ共に戦ったみ、戦いたくはなかったが、過言なく全力で倒してやろう。王さ、望むところです、バカ皇帝。決着を伸ばしたのは私の右情、これよりは無情の羅刹となりましょうよ。というか、言うにことかえって太陽より輝いてるとか、もう許せねえ。輝くのは私の王だけで十分です。2つの太陽がもたらす圧倒的火力と灼熱、その身でたっぷりじっくりお受けなさい。身の程を知れって言うんですよ。それまでどうか
ご辛抱オーバー。囚われのご主人様、もう一人のご主人様。ああ、ダギツネ、ダメだぞ、色目を使うでない。そっくりそのまま返して差し上げます。それでは採用にてお待ち申し上げます。あなたがたどり着ければの話ですけど。招かれざる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いしますよ。手はず通りに進めよう。セイバー、俺がお前の相手になろう。違うわよ、私が相手よ。ほらほら、こっちこっち。どうも言うな。さ、飛びっきりのライブ見せてあげる。ふっはっふっ、痛いです。ましたね、あなた方のこのセクターを封じました。いつまでも衰えない運命を名付けてザマトダイゾンです。というわけでザマーご覧なさいまし。今のうちにアグレッサー踏んだゴーです。あー、こんな罠に引っかかっちゃって。それともあえて私に会いに来たのかしら。まあ、どっちでもいいわ。どうせここでやられるんだしね。飛ばし気になるので気になるぞ。今は問わぬ。行くぞ、エリザベート。生意気にも強いじゃない。でも、どこまで続くかしら。はっくっ、はっ、おはっ、やろ、はっくっ、はっ、あれ、やば、あたしって押されてるの。はっ、はっ、もっと優しく。はっくっ、はっ、やろ、なんか行くの。少々油断したか。フォローを頼む、マスター。敵軍のルジンマトリクスが完成してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。やっ、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 転落の飾りとなれ。私たち、こんなところか。来ましたな。正々堂々迎え撃ちましょう。成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。やはりキャスターの罠か。俺の相手はお前か。やはりキャスターの罠か。サワというセクターは直接だ。ふっはっ、ではないか。次こそサーヴァントダイソンで完全に動きを封じてやりましょう。邪魔者がいないうちに根こそぎダッシュ。アグレッサーたち追い切なさい。そうじゃ、我が軍にもう後はないぞ。このままでは敗北だ。ここは戦場だ。キャスターの策も間違いではない。こちらも役目を果た
する。外に出たくば俺と戦うんだ。そうしよう。今一度気を引き締めない集中せねば。ここは吹っ飛ぶぞ。やっ
襲われているな。防衛に向かうぞ、奏者よ。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じえないな。今回の雇い主は働き者で結構。
る。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。行くぞ。敵には同情を禁じるな。主は働き者で結構。便利なものよ。プラントがいるな。まずあれを叩き落とそう。こちらも見習おうとしよう。
した活躍だ。敵には同情を禁じ得ない。このエリアをそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。任せよ。そなたの期待に応えよう。キャスター本陣への道が開いた。一気に攻め込め。本当に目障りな方ですね。私も思う。ね、軽い腰を上げましょう。いらっしゃいまし。哀れな賊ども、私が直接蹴散らしてあげましょう。いい成果を出したようだな。こちらも見ながら。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そしてはっ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 
勝者よ。領土を守り抜いたぞ。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じ得ないな。先を急ぐぞ。プラントがいるな。まずあれを叩き落とそう。ふっはっふっ
ここで終わらせます。お覚悟を。おとなしく降伏せよ、キャスター。信用は世に任せるのだ。あなたが強いわけではないのです。世と奏者の絆が深まったな。これからも常世に見とれるがよい。